10月18日は、グレゴリオ歴で年始から291日目にあたり、年末まで、あと74日ある。プファルツ選定校ループレヒト一世によって、ハイデルベルク大学が開学川中島の戦いで、唯一の大規模合戦となった、八万元の戦い、大熊主義の遭難事件。右画像は、事件後用いた義足ゾルゲ事件。 リハルト・ゾルゲラ外国人情報団が一斉検挙、フラフープ上陸、ツイッキー来日。日本でもミニスカートブームが起こる趣旨学の創始者、四季誕生女性実業家、広岡ー子誕生フランスの哲学者、アンリ・ベルクソン誕生漫画家、絵本作家ババ・バノボル誕生声優、若元のリオ誕生テニスプレイヤーマルチナ、ナブラチロア誕生俳優、ジャンクロード・バンダム誕生ローマ皇帝。 ティベリウスの下、と、政を振るったルキウスアエリウス聖夜ヌス系氏、山本勘助武田信重八万、腹の戦いで戦死した武田家武将スペインの哲学者、ホセオルテガイがセットボツ。ありがとうございます。